中華のビラユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、4月の14日月曜日、旧暦のうちなぐ組では3月の15日ナトイビンが1日15日うちゃとおりんごはゆったしくうにげえさびだということでございましてですね、今日は、はい、今日もね、まあ朝方ちょっと冷たいかなっていう感じはしたわけなんですけども、またね日中の最高気温23度ということでございますから、ちょっと暖かい、いやちょっと、ひでり伴うという感じでございましてね、外出ますと暑い感じがするんじゃないかなと思いますけどもね、徐々に徐々にね、こういう朝夕冷たくなったり、また日中暑くなったりっていうみたいな感じでね、夏はすぐそこなんですけれどもね、さあ、新しいね、週がスタートしまして月曜日始まりましたけれども、読谷村ザキミジョーク、青い空広がっておりますね、たった今11時沖縄気象台発表の天気によりますと、北の風やや強く、後北東の風やや強くということで、風があるのでちょっとね、冷たい感じがしますね。天気は晴れ、夕方から曇りということでございます。波の高さは 2.5 メートルから後3メートルに変わるということでございますので、若干ね、海上の方は、波風あるような感じがいたしますね、さあ降水確率は 10% ということでございますので、雨の心配はなさそうですね、まあ、時間のスタートですな。天気もそうなんですけど、気持ちもまたね明るく、スタートしていきたいな、そんな感じがいたします。というわけでお送りしていきますユンタンジャー出番ですよ。今日も1時間お付き合いいただきたいと思います。今週もいたしくうにげえさびら、それでは1時間ゲストを迎えて頑張ってまいります。ゆたしく売り消される。さあお送りしていきますインタンジャ出番ですよね。週末、毎週末なんですけれども、やっぱり土日はいろんなイベントがあるわけなんですが、私もですね、昨日日曜日は、コンサート生きるというね、読谷村この文化センター中ホールで行われておりました。たくさんの方々ねお見えになられてましたけれども、沖縄、沖縄じゃねえや、読谷ジャンジャンの会ということで、昔沖縄ジャンジャンというのが皆さんありました、ご存知ですか。はい、いろんなね、この沖縄ジャンジャンではもちろんその、歌やね、ライブ関係もそうなんですけれども、また劇であったりとか、そういうのもね、昔行われた、いわゆる、ライブハウスみたいなもんなんですけどもね、昔私たちの元上の先輩方かな、ね、沖縄ジャンジャンで、今の、なんか、よく言えば、なんか、モッズみたいなもんですよね。よく言えばっていうわけじゃないんですけども、なんかこう、今だったらそのライブとかだったらもうモッズで、モッズでっていうのがよく聞こえてくるわけなんですけどもね、チャタンのライブハウスモッズ。はい。昔はその沖縄ジャンジャンっていうところがね、結構メジャー、沖縄ジャンジャンから、まあメジャーデビューするみたいな感じありましたよね。まあそういう人たち、大先輩方が、ああいう、一頃懐かしいね、企画をやっていきたいなということで、読谷ジャンジャンの会というものを立ち上げようということでね、今一人らしいんですけど、参加者募集ということでございましたね。ゲストさん頑張れみたいな感じですけど、私たちも応援しておりますよ。ね、でもそのイベントの中でね、コンサート生きる。命危なし恋せよ辺野古ということでありまして、読谷村でね、出身であります、千葉名明さんとか、それから、カデナのご出身でございます、千葉名。これは、
千原先生、勝明さんだったかな、お名前ね。間違ったらごめんなさい。勝明さんだったと思いますけども。はい。お二方をメインにですね、いろんな音楽をお届けされたわけでございました。とても、ね、大崎さんなんか、ラマンチャの男だ。超かっこよかったですね。まあ、最後は、海瀬戸豊さんのね、歌なんかは、本当にぐっとこう、心に響くものがありました。あのステージであれだけこう、突き刺すような、思いをね、歌い切るっていうのは本当にあれだけの歴史を醸し出してるなという感じがいたしましたね。すべての思いにすべての心を宿ってるようなそんな感じがいたしまして、歌を聴いておりましたね。もし機会があったら本当に番組にもお招きしたいなと思ったぐらいでございました。なんとそこでですね、その海瀬戸豊さんの同年生であるということで、私の高校3年の恩師に出会いまして、もう超びっくりでしたね。今日あたりブログにはアップしようかなと思うわけなんですけどもね、本当にびっくりしましたね。高校以来ですからね、超びっくりしましたけども、そういう出会いもありました。そんな週末でございました。皆さんはいかがだったでしょうか。さあ、ユンタンクはこれぐらいにしまして、今日のゲスト。今日のゲストね、男性2人なんです。先週週末は金曜日は女性2人だったのでテンション上がったんですけど、今週スタートが男2人だからちょっとね、忘れてましたね、ゲストのこと、そういえば。はい。じゃあ、早速ご紹介しましょう。この二方でございます。まあ、身内みたいなもんですけど、どうぞ。はい、おはようございます。一般社団法人タオファクトリー代表理事してます、倉藤信也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。同じくタオファクトリー音楽監督と舞台制作の中里智弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうね、途中忘れてた。ゲストの方。ああ、もうちょっと、あとワンフレーズ喋るところだったな。大変失礼いたしました。はい。さあ、今日はですね、まあ、お二方ね、毎度ご出演いただいてるわけなんですけどもね、はい、まあ、私どもがずっと、開局以降からね、応援させていただいております、はい、タオファクトリーさんなんですけれどもね。ありがとうございます。はい。最近はまた、倉藤さんもね、頑張って、こう、年に1回か2回来ていただいてるんですけどね。そうですね。はい。それ以外にとっては、お隣の中里と、はい。毎日のように FM 読みたいにいて。ねえ。本当にもう。ありがとうございます。ここずっとばかり番組で、ユンタンズハノイの竹を PR してるという。はい、お世話になってます。はい、いえいえ、もうこれはもうね、本当にお時間許す限り全然 OK ですからね。ありがとうございます。はい、もうぜひ、本当にこう、この番組は出れるかもしれないっていう場合にはね、はい、どんどんオリジナルでアップを取ってね、はい、入っていただいて、まあ、とにかくやるに越したことはないからね、はい、うん、その瞬間瞬間聞いてる方々はみんな違うと思うので、はい、はい、私どもの方でもね、CM を随時出させていただいておりますけども、それ以上にもね、生番組でね、はい、出演いただいてるということでございますので、ぜひね、頑張っていただきたいと思いますけども、さあ、そのユンタンザン花の犬だけ。5月4日日曜日。はい。ということでございましてですね。もう、準備の方も、バッチリ、整えられて。はい。準備の方も、はい。着々と進めてます。はい。今回は、5月の4日日曜日、ゴールデンウィークの日に。はい。ね。昨年は確か11月。そうですね。昨年11月に那覇市民会館で。那覇市民会館でね、はい。初の出張公演したんですけども。そうそうそう。あれから半年？そうですね。はい。すごいスピードで。そうですね。那覇でやって、やっぱたくさんの方にも見ていただくことができたので、今回ゴールデンウィークの休みを使って、うん、ぜひ読谷村に足を運んでいただきながら舞台の方を見ていただけたらということで。そうか。那覇でね、あれだけの告知力を高かった市民会館でのね、はい、公演でしたので、しかももう本当に会場もいっぱいで、はい、ね、そういう意味では、那覇地区のお客さんが全部こっちに来たらね。そうですね。読谷の人入れないね。そうですねってわけじゃないけど、いやでも本当に、多くの方々にね、熱冷めることなくまたゴールデンウィークにね今回、はい、上演ということでございまして、5月の4日日曜日読谷村文化センター大鳥ホールで行われますので、ぜひ皆さんねよろしくお願いしたいと思います。今回昼公演が午後1時ですね、はい、午後1時です。はい、うん、で夜公演が午後6時公演ということでございました。はい、それぞれ1時間前の会場でございますので、今のうちカレンダーチェックをよろしくお願いしたいと思います。さて、前回の11月のやつ、はい、結構好評で、はい、ありがとうございます。ね、読谷のなんかこう物産関係もね、そうですね、花植え組合とかも協力いただいたということがありまして、はい、もう結構そこら辺も賑わってたという、はい、
あのちょうど、まあ、観光協会さんの力でもあって、うん、あの、うん、今ここ日本一っていうあの旗をそうですね、もう会場外からガーッとガーッとやってもらってでそのちょうど見えるお客さん側のこの会場外では、うんうん、大鳥海さんによる、物産展で、はいはいはい、ふれあいマルシェやってるので、ちょっとお祭りみたいな、なんか読谷のお祭りやってるのみたいな形で、なるほどね、でちょうどあの当日券もなくあの、うんうん、入場は同じ料金でしたので、うんうんうん、当時それ見てなんか流れてくるお客さんもいたりして中に入るとユンタンズ花火あの事業協同組合さんの展示販売もあって、うんでいいね、はい、この読谷の、まあ、伝統工芸品の物産に触れた上でまた舞台見て、はいはいはい、歴史と偉人にも触れて、あとは子どもたちの感動ですね。そうですよね。まあそういうね、会場もな、市民会館ということでありまして、本当に初の試みね、グラトさんね、はい、そういう意味では結構不安要素も多かったんじゃないですか。そうですね、うん、これまでは読谷村中心にやってたので、うん、やっぱ初の外ということで、ね、お客さん本当に来てくれるかなっていうところも心配だったんですけど、メンバーも沖縄県全域から集まってやってるので、うん、もうそれぞれの地元で PR してもらいながら頑張って集客してくれたので、はいはいはい、そうだね、はい、本当に、まあ、私たちとしてはこのユンタンザンハノイの宴、ユンタンザという名前が出るだけでも心嬉しくて、あ、はい、あ、やっぱり誇れますよね。でもその分ちょっと不安要素もあって、はい、ピラナの那覇でユンタンザンハノイの宴とか出して大丈夫かなみたいなねいやいや、そんな不安要素はなんとなく、もう全然そんなこと関係なくね、本当に書き消していただきましたけれども、はい、まあ、それぐらいこうユンタンザンハノイの宴が、まあ、にわか、もう4回目になりますか、上演としては、はい、ね、今回でね、はい、まあ、そういう意味ではもうだんだんこう雨漏りみたいなメジャー化になってきたかな。そうですね、やっぱあの東の方ではキムタカの雨漏りがちょうど今年で15周年迎えてですね、はい、15年になるの。そうですね、もうその流れで読谷でも現代版組踊り絵巻ということでさせてもらっているので、うん、目指せ雨漏り、追い越せ雨漏りっていう形で、ね、はい、あ、すごい、まあ、でもね、このユンタンザンハヌイの時は本当にこういろいろなね、方々がご出演いただく、偉人たちがねご出演いただくということで、はい、こうなんていうのかな、そのこのキムタカの雨漏りは雨漏りを中心とした形のやり方で、はい、かといってじゃあここでなんか誰か一人をメジャー化して出そうっていうものならば、ちょっとこうバーサス系が出てくるんだけども、はい、そこをこうなくしてうまくこうね作られているっていうかね、この読谷の多くの偉人たち、関わり偉人たちの皆さん方をこうフォーカスしてやっていくことで、なんか違う本当に現代版組踊り巻きっていうのがね、はい、見られるっていう意味では両方に相乗効果が作られるのかなというのを感じますよね、はい、はい、まあ、そういう意味ではぜひともね皆さん5月4日の日には足を運んでいただきたいと思いますけれども、まあ、今回もクラトさんあれですか、はい、まあ、今回のその、ユンタンザンハノイの宴っていうのは、まあ、キャスティング自体はなんか大幅にスタッフは変わるのかな。あ、そうですね、やっぱり参加してる子たちも今年はすごく多くなって55名になってまして、はい、でその中でやる気オーディションっていうのをやるんですけど、やる気オーディション、はい、希望の役を聞いてその役をやってもらうんですけど、はいはいはい、それでオーディションで決めたキャストが、うん、那覇の公演の時とは大幅にキャストも変わってまして、また子供たちも新たなチャレンジで頑張ってます。なるほど、じゃあ一度やった人たちがあの役やってみたいとかまた来るわけだ。はあ、ね、はあ、い、すごい、そういう意味で本当にやる気オーディション。そうですね、やる気を見るオーディション落ちることがないんです、はい、なる、あ、そうか、そうですね、希望の役に通らない子も中にはいるんですけど、もうある程度希望の役を聞きながら、うん、聞きながらここからもこの役挑戦してほしいっていうのも、なるほど、話しながら、ね、まあ、逆にその控えめな子たちはもうモチベーション上げるためにこの役にやってくれみたいなのもあるし、はい、本当にそうこういう希望の方々はそれぞれにも自分の希望通りに持っていけるように、はい、なるほど。でもその指導も大変だね。今回また半年っていうね、はい、期間も期間だったしね、はい、今もうずっと継続して参加してる子たちが中心に指導まで頑張ってくれてるので、うん、あ、そっか、はい、あ、じゃあ何、那覇市民会館出た人たちも役がラッとは変わるけれどもメンバーとしては一緒に残っている方々も多いわけだ、ね、はい、リーダーとして持続して8割ぐらいは。マジで、まあ、読谷高校ダンス部も同じ人数、あ、そう、何名か抜けてまた新しい子が何名か増えた形で15名ほど参加しているので。へえ、じゃあ読谷の子たちも結構多いんだ。増えましたね。嬉しいな、はい、やっぱりユンタンジャン派の読谷はユンタンジャン中で入ってもらいたいよね、はい、
あー、なるほど。ぜひね、楽しんでいただきたいと思いますけども。さあ、5月の4日、ユンタンザン文化センター大鳥ホールで開催されます、ユンタンザン花見の宴、現代版組踊り絵巻、ぜひともね、足を運んでいただきたいと思います。カレンダーチェックよろしくお願いいたします。いただきましょうです。お送りしております、ユンタンザン出番です。一曲お届けしましょう。ユンタンザンプレゼンツ現代版組踊り絵巻、ユンタンザン花追いの宴、テーマ曲で、この曲は、羽ばたく大地へという曲になっておりますので、偉人、各偉人が登場する最初のオープニングソングとなってますので、うん、なるほど、はい、ぜひ皆さんお聴きください。No.
日の声響く空へ、命の風が舞う海へと心を燃やして、今祈りの読谷村プレゼンツ現代版組踊り絵巻ユンタンザン花うのだけテーマソングで輝く大地です先ほど間違えましたが、はい、当て字で羽ばたく大地と書いて輝く大地でした大地、ね、はい、輝く大地へお届けさせていただきました。さあ、バックではこの後からはそのユンタンザン花うの宴でね、はい、楽曲として使っているものをちょっと、ね、後ろで流しながらです、はい、その雰囲気を醸し出していきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。さて今回5月の4日ゴールデンウィーク、はいね、トラトさん、はい、もう準備万端だと思うんですけども、今回も演出はトラトさんの方で、はいはい、もうあるでしょう、もうこれ以上のものはないでしょう。あ、実はですね今回からまだ書いたの。そうですね、書いてます今。そうなの。台本が 5,6 ページ伸びましてこれまでは一幕で休憩なしで90分やってたんですけど、うんうん、今回から1部と2部で間に15分休憩を入れる形で約2時間の舞台になる予定で、はい、じゃあもうパワーアップして。そうですね、台本を土曜日に一昨日ですかね渡しましたこれはすごいことなんですよ。この時点で台本があるというのはすごいことなんですよ。そうなの、はい、でもこの時点で変わるのも大変じゃない。あ、いやいやいや、変わるのはメンバーは知ってたので、の心構えはできてたんです。あ、そうかそうか。この時点で台本があるのはもう素晴らしいんです。もう相当頑張ったんです、はい、今まで結構ギリチョン今まで一番遅くて5日前、本番5日前そうですね、すごいなでもやっぱりこう毎回毎回、例えば今回だったら那覇市民会館でね、前回11月に行われましたよね、はい、このユンタンザン花嫁の宴、このユンタンザン花嫁の宴見てやっぱりこう舞台を作り上げた後本番見て、はい、またなんかこうここでこういうの入れたら盛り上がるなとかなんかいろいろく、そうですね、来るわけだ、はい、おー、ね、なるほど。あ、でもそういう部分では、まあ、例えばクラッツさんがそういう風にしたいなって言うと当然そこに音楽とか、はい、つきものになってくるわけだから、はい、トミーなんか音楽の部分担当してるわけだろ、はい、そうなってくるとえ、なんかじゃ曲作らんといけないのみたいな。あ、いや、もう逆に僕は作りたい側なので。あ、そうかそうか、はい、むしろどんどんアレンジしてくれみたいな、はい、はい、あ、マンネリ消したくないからな、まあ、あとは僕自体がこれで関わることで、うん、すごい思いが強くなっていく部分と、うん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 、ちょうどその待機、読谷さんの待機、うん、はいはいはい、っていう部分で、うん、僕もこう何か新しいことに挑戦する立場としての気持ちと重ね合わせてちょっと曲を作りたいというのがずっとあって、うん、なので今回は待機のシーンに新曲を作りましたし、はい、素晴らしい、はい、そうですか。そこでもじゃあ今回は楽しんで。そうですね、ということはじゃあ那覇市民会館でユンタンザン花嫁の宴見た人たちはあ、見たから同じだなじゃなくて、はい、今回また違うという。そうですね、はい、ということは前回ユンタンソンでやった時からするとまた大幅に変わってる。あ、そうですね、大幅にって言い方おかしいけどね、はいはい、バージョンアップされてるという、はい、ね、特に待機のシーンがものすごく変わってますね、うん、本当、はい、やっぱりそこはね、今トミル言ったようにユミタンソンであるがゆえに、はい、待機のことについてはちょっと思いが強くなってくるという、はい、ありますね、はい、なるほど、まあ、今後またねぜひユミタンソンとしてはこのね待機、まあ、ユミタンソン商工会はそのね待機を神様、はい、商売の神様だということでございましてね、そう崇めていこうということで、いろんなまた待機を絡ましてイベントもやっていこうということで、まあ、ネーミングからスタートした待機祭りもね、はい、毎年毎年盛り上がってきておりますし、そういう意味ではユミタンの、偉人たちということでありまして、今回は、多くの、偉人たちというか、まあ、今回も5名か、はい、はい、うん、のね、偉人たちを紹介しながらということで、ぜひともその子供たちにもたくさんね参加していただきたいっていうのはあるんですけど、参加できない子たちはぜひ見に来ていただきたい。ゴールデンウィークですから、親子でね、はい、はい、もうヤンバル行っても同じだから、
ぜひ読谷に来ていただいて、ね、もう3泊4日読谷に来てもらいたいね、ゴールデンウィークね。そうですね、はい、あ3日から3日土曜日は新内映画祭、4日はユンタンザハノミの宴見て、はい、5、6は、泳ぐめっちゃ簡単あでも本当にね、はい、読谷だけで絶対3泊4日過ごしても楽しめると思うよな、はい、そうですね、観光地とかでも本土の方々とかでもぜひ本当に、うん、もうね沖縄に旅行行こうっていう時代じゃないよ、うん、2014年からは読谷に旅行に行こうみたいな。いいですねそれ、はあ、読谷に住むんだろ、はい、移住計画海もあって、うん、食文化もあって独特なでこういった伝統芸能さまざまあって、そうなんだな、で名所もあるじゃないですか。そうですよ、行ってこうなんか感じられる、滝見城をはじめ、うん、名所もある、うん、1日では絶対回り尽くせないような場所なので、もう泳ぐって言ってもさ、もうビーチでも泳げるし、はい、ジンベエザメとも泳げるからね読谷はそうなんですか。あれちょっと待って、曲も止まったけど曲もびっくりしてたあれ知らないの。はい、ジンベエザメと泳げるんですか。そうだよ、餌じゃなくて、違う違う違う一緒に。あ、そうなんです。ジンベエザメって知ってるでしょ、チラミ水族館にいる、はい、あのジンベエザメは読谷出身なんだよ。あ、そうなんですか。そうそう、本籍読谷だよ。あ、知らなかったです。知らなかった。はい、そう、今サメの曲がちょっと流れてきた、はいなんていうタイミングこれ知ってるって言ったら、おいこいつはすごいなみたいなねそうなんだよ。富谷の漁協協同組合の、はい、管理で沖の方にジンベエザメ2頭飼ってるわけ。飼育して、飼育してる、野生の連れてきたんです。ちょっとそこ子供の頃からです。いや、まあ子供か大人か分からん、結構大きいから、あ、そこで、うん、そこで保管、そう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 、育てて、育てて飼育して、で、まあ、バックアップみたいなもんだよね、このジンベエザメの、うん、すごい。だからそのいけすって言っても、そのなんていうの、こう水槽みたいなもんじゃないわけだから、はい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 、でかいこうなんか囲いの中に、囲いの中だから人は自由に出入りできるわけだ。ダイビングでもシュノーケリングでも OK なわけ、はい、で、ジンベエザメってほら、なんだ、プランクトン、はいはい、なので、はい、人に害は与えないわけ、うん、だからこのユンタンザン派の犬だけで、大気がサメをこう、はい、戦うシーンってあるけど、ジンベエザメじゃないです、大丈夫です、あれジンベエザメじゃないよね、あ、よかったよかった、人食いザメです、人食いザメだ、あれは悪いサメだからね、人を食べるサメを退治するので、そうそうそう、決してジンベエザメ大変そうですね、読みたい人と勘違いしたら困るよ読みたい人サメって言ったらジンベエザメってイメージがあるからね、心配なんだけど、それはないね、はい、大丈夫です。毎回人食いザメ、人食いザメ、ね、はい、言ってます、というわけでありました。今何話だったっけ人食いザメの人食いザメやばい、あ、さあ、そう、ジンベエザメと泳げるんです。そうそう、泳げる。いや、その話はいいよ今見てみん、第2コーナーもワンって白い読みたいの楽しむ場所いっぱいありますね、まあ、とりあえず、ねね、5月4日の日は、ね、はい、このゴールデンウィーク含めて、はい、ぜひね、楽しんでいただきたい、読みたいの方で足を運んでね、楽しんでいただきたいということのね、コーナーでした。はい、ユンタンザン花火の宴5月の4日、上映です。ぜひ読谷村文化センター大鳥ホールに足を運んでください。じゃあコマーシャル挟みまして、ストーリー、ね、内容をお伝えしていきましょう、はい、よろしくお願いいたします。
お送りしておりますユンタンジャーでは、もう後半に早いですね。めっちゃ早い。いやいやいや、なんでヨミタンの旅行の話するのかなみたいな感じだったけどね。まあでも今日はね、タオファクトリーのお二方をお迎えしてお話を伺っております。代表の倉藤慎也さん、そして音楽監督をねいつもやっております、はい、中里智弘です。智弘です、すみませんね。はい、というわけでね、さあ、クルトさん、まあ、この辺ちょっと、まあ、最初のね、ちょっと内容というか、このユンタンザン花を犬竹、ちょっとしばらくお話を聞いてなかったんだけど、はい、どうしてあの今回のようなこのユンタンザン花を犬竹みたいなステージを作ろうと思ったのかなっていうところ、先にそこからちょっと伺いたいなと思うんだけど、ね、うん、最初のきっかけは2010年に世界遺産が登録10周年という形で、うん、はいはいはい、あのこれまではキムタカの周りがカツレングスクでやってたんですけども、うんうんうん、それきっかけに各世界遺産でもそういった文化と絡めた活用の方法がないかというところで、はい、ザキミグスクを、題材にした何か物語を作ろうということで、うん、今回のこのユンタンザ花見の宴が生まれた形ですね。ね、まあ、そこであのやっぱりさっきもちらっと話しましたけど、その例えばザキミ城というとやっぱりこう収まるという感じがあって、はい、まあ、我々のね、あの78.6歌にもありますけど、アマワリ VS 収まるということで、はい、常に敵対意識があったような感じをするわけなんですけども、まあ、あれはでも勝手に直樹が作ってるわけだって、我々は別に敵とは思ってないわけですよ。あの人のせいにしとこう。今聞いてないですから、絶対。まあでも、まあそんな中でそのごさまるっていう部分だけがフォーカスされるのかなと思うと、やっぱりそこはね、まださすがにタオファクトリーで、こう、また違うイメージで現代版組踊り夢を作っていこうということでございまして、はい、今回はその5つの5名の皆さん方のストーリーを作り上げたということで、ちょっとご紹介いただけますか。はい。はい、まず第1章の方に海を渡る情熱ということで、うん、一壁大気初代信仰師ですね。はい。大気ね、やっぱりね、最初は。うん。はい、で2章の方に太陽と月の歌で、うん、吉屋チル物語になってます。なかなかあの吉屋チルっていうものはステージで表現されないよ ね、 そうですね、これまでのものにおいても、はい、はあ、結構悲しい物語、ね、綺麗な、ね、物語ですから、はい、そうですか、吉屋チル物語を、はいはい、で第3章の方に、うん、戦乱のグスク読谷の虎ゴサマル来てました。やっぱりここは来る、はい、ゴサマルが、はい、第4章の方に火沈む魂の眠る森で、うにわし琉球を昭和市伝という形で4つの章を読谷が生んだ赤インコ三神の思想ですね、はい、うん、がストーリーテイラーとなって全部紡ぎながらやっていくのがユンタンザ花ウイの豚毛という形になってます。だから花ウイなんだ。そうですね、いろんな形の偉人がこう混ざり合って美しくなってるっていう形で、はい、そうか、このタイトルもよく作られてるよね。そうですね、よくそのユンタンザン花ウイと、ね、このストーリーをうまく組み合わせて、それが赤インコがストーリーテイラーとなってご紹介して、紡ぎ合っていくという、はい、この織りなす舞台を共に感動しませんか。皆さんぜひね、足を運んでいただきたい。5月4日、はい、ね、いやしかし、まあ、このね、パンフレットの中にもありますけども、ちょっとご紹介させていただきますが、ユミタンソン舞台に演劇、音楽、舞踊、芸能で繰り広げられる夢舞台が、ユミタン高校ダンス部とコラボレーション。ともひろ、はい、このユミタン高校ダンス部とコラボっていうのは、昨年の、11月の公演から。はい、うまいところにまた目をつけたもんだね。実はもうこれにはちゃんとあの意味があってですね。あの那覇公演で相当頑張ってくれた、うん、そのザキミ出身の徳地正人くん、もうこちらでも有名なんですが、はい、彼が行ったダンス部なんですね。そうか。なので後輩につなげたい。なるほど。彼の思いもあって、で彼も龍大に出て、はい、そのやっぱまあ読谷村ってどこって周りから言われたっていうのを、うん、やっぱり外に出て初めて、はい。自分たちがいかに小さい村なのかなとか、はい、まあこうそんみたいな、村でしょみたいな、ちょっとこれはね、ユミタン村出身者誰でもね、こう通らなければならないようなもんなんだよな、はいはい、うん、で彼にはもうその時からいや素晴らしいところだからっていう気持ちがあって、うん、それを、まあ、ちょうど那覇公演と重ね合わせて、うん、彼も頑張ってくれて、なるほど、それをでもその姿を後輩に見てほしいっていう部分で、はいはいはい、僕もじゃあということで2人でダンス部の稽古に行って一緒にやりませんかって言ったら15名ほどが集まってくれて、それが継続して今もいるという形で、ダンス部がすぐ
またやりたいって言ってくれて、ね、あそうなんだ、はい、お願いする前からこの今回お願い、はい、する前那覇公演終わった後からですね、もうすぐやりたい、もうだいぶこうダンスで表現する楽しさ、うん、なるほどね、彼女らは、まあ、ストリートダンス部というかヒップホップですとか、はいはいはい、ロボットダンスとか最近のダンスの方を結構主にやってるんですけど、うんうんうん、舞台でちょっと竜武のテイストが入ったり、うん、空手が入ったりっていう創作ダンスの部分に触れて、うんうんうん、ものすごいこう表現する楽しさを学んで、はい、あの部活である大会は創作ダンスが大会であるので、うん、そこへの出場の意欲もすごい湧いたということで、学校側からもなんかありがとうございますという言葉もいただいて、そうなんだ、はい、いやね、今回さ、話突然変わるけどさ、はい、こんだけ弓団絡んでるんだったらさ、弓、はい、団祭り30周年でしょ？あ、そうなんですか？今回。今年が。そう。はい、10月の25、24、25、26か。金土日と行われるわけなんだけど。10月。はい、10月。今回は10月なのよ。あ最終土日、金土日。金曜日が前夜祭で、はいはい、3日間行われるんだけど、その前夜祭に出そう。出たいですね。ね、はい、ユンタンザハヌルだけ。しかもちょうどその参加した子たちは高3と高2になるのダンス部は、うんうんうん、ちょっとやっぱ高3にとってはまあ卒業、まあ、試験前になるタイミングで出れると多分、なるほど、それ以降は多分試験に集中したいってなると思うので、出れる機会があったらすごい嬉しいかなというのはね。なんかステージバージョンで作って、はい、よし、はい、決定。おおいいですか？するかもしれない。でもなんか絶対見せたいよね。なんか次につなげる意味でもさ、はい、これまでの経歴を PR する意味でも、はい、ステージ、舞台に来れなかった皆さん方に、はい、弓炭村祭りのその前夜祭とかでさ、うん、こういうものをユンタンザハヌー宴っていうのがあるんだよっていうね、はい、そういうものを PR できる場所があると、はい、これからのまた子供たちはやっぱり やりがいも出てくるじゃん。はい、ねえ。これ、よし、やろう、やろう、はい、と思いました。はい、お願いします、はい、俺が決めるわけじゃないし。まあでもね、今お話のようにそういう読谷村のね文化、それから歴史遺産を加味したながらのこのユンタンザン花湯の宴、はい、しかもそれを現代版組踊り絵巻のようにね、はい、本当にその絵巻としてこう繰り広げられるということでありますので、ぜひね、お楽しみいただきたいなというふうに思うわけなんですけども、はい、さて今回このユンタンソンゆかりの偉人たちのこのお話なんですけども、まあ弓炭村が今年人口日本一の村になったということがあって、弓炭村プレゼンツっていうね、はい、タイトルも冠も入ったという、はいはい、そうですね、うん、今回共催の方に弓炭村と弓炭村教育委員会の方に、うん、入っていただいて、うん、日本一人口の多い村弓炭村記念公園っていう形で5月させていただくことになりました、うんうんうん、ねえ、これはね本当にねすごいですよ、弓炭村共催というのは、はあ、もうすごいお力添えをもらって、共催イベントっていうのはもう本当にすごいことですからね、はい、同等ですからね、弓炭村がやるものをタオファクトリーがやってるものと一緒ですから、はい、このね了解をいただいたっていうのは本当に素晴らしいなって僕も改めて感じました。まあ3年くらい前やったっけ、はい、FM タンプレゼンツがっていうね、はい、共催がね、はいはい、あれから大きく成長しましたね。いやでも、ほんであれがあっての、それを見てやりたくなった子が次来て、それでやったらそれを見た子がまた来たくてやってっていうのの繰り返しで今よここまで来てるので、あの始まりがあったので。ありがとう、ともひろ。涙が出そうになってくる。いやでも本当にね、これ私たちももちろん今はね、公演としてね、協力させていただいてるわけなんですけども、はい、本当に、まあ、ユミタンソンで作られたユミタンザン、はい、花火の宴がこうやってね、ユミタンソン、村の、村の共催まで、はい、行ったっていうこと、本当に私たちも誇れるものでありまして、いくらでも応援していきたいなと思うわけなんですけどもね。まあそういう、ストーリーの中で、まあ、クリグラル、この4つの、ね、物語なんですけれども、ぜひね、ユミタンソンの、皆さん方には足を運んでいただきたい。また、ユミタンソンのみならず、本当に多くの方々にもね、ご協力いただきたいということなんですけども、はい、今回は、今お話のように、共催がね、ユミタンソンとユミタンソン教育委員会が共催されるということなんですけども、はい、ここで協力講演会社もちょっとご紹介いただきましょうか。うん、はい、協力の方がですね、うん、ユミタンソン観光協会さん、はい、ユミタンソン商工会さん、うん、で、我らが FM ユミタンさん。我らがありがとうございます。はい、で、当日物産展開いてくださる NPO 法人地域振興応援団大鳥会さん、はい、衣装のコラボレーションも実はあります。ユンタンザ花植え事業協同組合さん、うん、
でチーム振興センさんと、はい、僕たち現代版組踊りの各地域のつながりでですね、うんうん、現代版組踊り推進協議会、はい、推進協というものがあります。なるほど。で公演の方では、読谷村社会福祉協議会さん、うん、で新しくですね読谷村文化協会さん、素晴らしい、心よく了解してくださってですね、あと読谷村子ども会育成連絡協議会読みこれんさんですね、はい、あとも各地域メディア、はい、たくさん入っていただいて、お素晴らしい、ありがとうございます。よくね、まあ、私たちと同じようにコミュニティ放送局も読谷沖縄県各局あるわけなんですけども、はい、もう多くのねコミュニティ放送局も協力いただいてね、はい、地域の、まあ、そういうイベントということでありまして、ご理解をいただいてね、ご協力いただいております。まあ、ぜひともね、多くの皆さん方、ぜひ足を運んでいただきたいと思いますが、この問い合わせ先とチケットの販売は、はい、うん、僕たち、主催のタオファクトリーがですね、はい、電話番号が 098-983-0144、うん、098-983-0144、それでその他にはもうここ、うん、FM 読谷さん、うん、あとはリュウボウさん、うん、でファミリーマート各店の E プラスの方で取り扱ってまして、はいはいはい、読谷村ではその他にですね、うん、観光協会さんでも、うん、あと商工会さんの方でも取り扱ってますので、はい、なるほど、いろんなところでお買い求めできますので、ね、ぜひとも皆さんね、はい、お早めにお買い求めいただいて、はい、これ料金の方は、大人がですね、うん、2500円で、高校生以下が、2000円で全席自由となってます、うん、はい、よろしくお願いいたします。ぜひともね、本当にこう、まあ、当日券というのはない、はい、ね、ないので予定、当日アップというのはないの で、 ないので、もし当日行きたくなってでも入れはするんですが、売り切れてたら入れないので、ということでございます。そこなんですよね、当日券がないっていうのは逆に前売り券のみということになるわけですから、はい、あらかじめご購入いただきたいということでございますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いしま す、はい。さあ、このユンタンザン花犬宴、はい、まあ、今回その大気のところがちょっとバージョンアップしたっていう話はありましたけれども、はい、まあ、音楽的な部分、はい、では他のところではトムイロあるんですか。もうメンバーが少し変わったのと、うん、プラスちょっと楽器も足してですね、うん、かなりゴージャスなカナサウィズスペシャルバンドになってますので、おえカナサもバージョンアップしてます。バージョンアップしてるね、はい、カナサって誰だった。え、僕あ、ツミか、はい、ツミかこれいいですね。そうか、あ、そうなんですよ。実はカナサのね、はい、お二人、はい、愛と書いてカナサなんですけどもね、はい、そのうちの一人が、はい、今番組ご出演いただいております中里智弘がね、はい、僕カナサともう一人、あとやっけなんちゅの、はい、新庄京子ですね、の二人で、ね、はい、うん、同じくあのクラットと一緒で、うん、同じキムタカナアマイの出身。そうなんだよね、はい、一期生。一期生。僕はもう一期生。は、はい、ね、最初の時からいるので、15年前から関わっています。なるほどね。心強いですね。はい。この右腕はね。左かもしれない。左腕かもしれない。左かもしれ上から踏んつけてるかもしれない。いや、でも本当にね、この金沢の楽曲も本当に聞きどころがありますので、はい、ぜひね、その金沢、金沢、はい、with スペシャルバンド。ということで、バージョンアップもしてるということで、ここもね、その現代版組踊りの面白いっていうか、そうですね、楽しいところでもあるんだよな、はい、あ、生バンドで生でね、はい、やってくれるっていう、はい、確かにあれは本当に素晴らしい。ぜひともね、そういう音楽センスの高い、現代版組踊りめき、ね、ライブだからこそっていうのもね、楽しめる臨場感がありますので、ぜひともね、音楽センスのところも楽しんでいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、読谷村プレゼンツ現代版組踊り絵巻ユンタンザン花の井の宴、2010年5月の4日、今年日曜日に読谷村この文化センター大鳥ホールで開催されますのでね、はい、明日来てください。よろしくお願いいたします。
現代版組踊り絵巻ユンタンザ花ういの宴、読谷高校ダンス部です。来る5月4日日曜日にここ読谷村文化センター大鳥ホールにてお昼と夜の2回公演が決定しました。読谷高校ダンス部もゲスト出演しております。参加者も随時募集中、ぜひ皆さん見に来てください。激アツ読谷チェケラー。お問い合わせは FM 読谷まで。はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日エンディングはこの曲は、はい、テーマソング、テーマソングのと違うね。はい、こちらは第一の歌という曲になります。おお、実は先ほどのオープニング曲と歌詞は全く一緒なんです。あ、そうなんだ。はい、はあ、面白いね。はい、もうでも 曲調がもう全然違う。違うね。はい、はあ、これエンディングとかで、こちらも、はい、エンディングプラス、まあ、テーマソングとして第一の歌、この村内のイベントでも、もうさせていただいてます。素晴らしい。ぜひ、ね、それを聞きながらちょっとエンディングトークっていうことになるわけなんですけども、さて、はい、じゃあクラットさん、はい、まあ、ユンタンザ花ウイの歌、こうやってもうね、歴年続けられてきてるわけなんですけれども、はい、もう地元の皆さん方も多く関わりながら、特にね、ユンタン高校ダンス部なんか関わってきたっていうことも本当に嬉しい限りなんですけども、これどこまで行くんだろうね。そうですね、うん、今本当にやってて読谷村の皆さんにたくさんご協力を、やるごとに回を重ねるごとに、うん、あのたくさんの支援いただいていくような形になっているので、いずれもこれが読谷村に根付いていきながら、うん、読谷の子どもたちが主体となって、まあ、自分たちもキムタカのあまり卒業して、うん、今演出っていう形で仕事をやったりしてるんですけど、いずれこの読谷の地元のメンバーの中からこの演出とか、うん、そういったものもやっていく子ができてきたら、本当に地域に下ろしていきながら、そういった舞台がいつまでも続くような形でなっていったらなっていう思いで、今読谷の子たちにもたくさん関わってもらいながら頑張っているような形ですね。はい、まあ、その今 CM に出てた、なんだっけ、読谷高校ダンス部、いや徳地正人、ま、正人、はい、徳地正人は、まあ、うちの FM 団でもね番組をやってたし、はい、本当にこうその表現力も高い素晴らしい生徒なんですけど、はい、まあ、生徒っていうかもう大人だよね、もうね。徳正人君も本当にこうある意味、そういうスタッフとしてもね多く関わっていらっしゃるし、はい、まあ、次のまた時代を担う、はいはい、ね、徳正人なんかがこういう風になってくれると本当嬉しいよ ね、 そうですね、はい、うん、本当に沖縄 の、 その芸能分野っていうのはやっぱりこうなかなかこう難しいところがあって、はい、まあ、これまでの時代やっぱりこう琉球芸能とかもなかなか若い人たちがついてこなかったっていうのもあったわけで、はい、新たなその時代開花をしていかないと本当に下手っていくんじゃないかなって不安要素はすごい僕は思っていて、やっぱりいかにしてその見るお客さんを作り上げるかっていうことと、それから演出もそうなんだけど、やっぱり演じる方々をやっぱり若い人たちにどんどんシフトしていかないと長く息が続かないよね、はい、うん、例えば今の民謡でもさ、とっても沖縄にとって素晴らしいものなんだけども、これをいかにして残していくかっていうのは、はい、若い人たちがどんどんその民謡をアレンジも大事なんだけどさ、今の琉球ポップみたいなさ、はい、大事なんだけど、でも本当のそのうちなの歌っていうものをいかにして継承していくかっていうのは、今を生きる我々の世代の人たちのやっぱりこれは務めだと思うんだよな、はい、だから組踊りもこういう現代版組踊りっていう形でアレンジされて残していくのも大事だし、また、かかずみちくさんなんか頑張っているこの組踊り自体そのものを残していくっていうものをね、しっかりこうやっぱり、お互いはこの地でやっぱり生きているならば、はい、作り上げていかないといけないし、そしてそれを作り上げるためには、今倉藤さんが言ったみたいに、それをやっぱりビジネスとして残していかないと、はい、うん、今まではその文化は文化と路線でしかやっぱり、今私たちの時代まで持ってこれなかったので、すごいこう小さくなってきたわけよね、はい、飯食っていけないから、これではだからこれを本当にこうタワーフトリーが新たなモデルとしてビジネス化していく、芸能文化をビジネス化していくっていうものをやっぱり作り上げられていくと、うん、本当に今みたいに読谷でね、ユンタンザン花ウイの歌に関わった人たちが、劇作家や舞台作家やそして演出家として、そういう仕事としてできるようになってくると、はい、タワーフトリーとしては
誇り高きイベントになってくるよね、これね。そうですね、はい、ぜひともね、そういう意味では、まあ事例としてね、はい、はい、トヒロみたいなのがいるわけだから、はい、まあ、あなたもそうだけどね、はい、ぜひそういう意味ではね、今後、エンタンザン花火の宴がエミタンの場所で、はい、本当にビジネスとして本当にやっていけたらいいなって、本当私たちもそれはね応援したいなと思いますので、まあ、これがもうどんどん広がっていくと、今、あの雨割りが私たちが当たり前のようにこう、話しているように、これから10年後にはユンタンザン花火の時15周年みたいなね、はい、今の余りみたいなね、そうですね、ああなっていくといいよね、はい、その時にはもう戸口マストとかもう30だからね、あそうですね、もうそれぐらいになるので、恐ろしいね、はい、おっさんだよねもうね僕らのことは考えないとこうと思いましたね今ちょっと今俺たちって言いたかったけど、俺も結構年張ってんじゃないかなと思そこも厳しいかなと思ったまあでもね、ユンタンザン花見だけ本当にそういう風に、はい、なんか夢を語れるっていいよね、そうですね、まあ、これからぜひともね、このユンタンザン花見の宴、またその、宴の中で繰り広げられるストーリーが多くの人たちにこうね、伝承そして継承されていくことを期待したいなというふうに思いますね、はい、なぜユンタンザン花見の宴でこの4つのストーリーが描かれているのかっていう意味もね、はい、理解してもらいたいよね、そうですね、はい、大気本当にこう海を渡る情熱、よくつよくつくよく考えたらね、またこんなのこの言葉よよっしゃ、第一章が海を渡る情熱、はい、一撃大気中山を去った弟大気は初の信仰師として明を目指す琉球の商売の神様大気の物語、ふわかっこいい、しかも今回新曲のタイトルそれです、マジ海を渡る情熱、あ、なんかそれ新曲作ったって言ってね忘れてたらあったね、そういえばね、どっかに持ってきたったでしょ、今日なんか作ったんでしょ、あなたにそうです、あの僕自身、まあ、うん、やっぱりこの、あのただ舞台やるだけではなくてと、うん、いうところでの僕自身も新たな挑戦として、はい、あのこういった何か始める気持ち、今から自分の命をかけて、まあ、自分の情熱として使命として新しいことを始めるというのを思い重ねてちょっと曲にしてみました、なるほど、はい、じゃあエンディングは1分40秒この曲を聴きながらお別れしたいと思いますので、はいはい、今日は黒田さんありがとうございます、最後に呼びかけ一言、はい、ユンタンザン花嫁宴5月4日おとりホールにて公演がございます、メンバーまた新たな演出も加わり一丸となって頑張っておりますので、ぜひ足を運んでいただけたらと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、じゃあトミロからも、はい、あのカナサウィズスペシャルバンドもバージョンアップして曲も新たにして、あのすごい情熱を込めて作ってますので、ぜひとも音楽の方もお楽しみにしていてください、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、さあ、そして今回から新たに取り入れられたこの曲、はい、タイトルは、海を渡る情熱、はい、初公開でございます、はい、初公開だけど半分しか流れないといういいよな、はい、本番で聞いてもらえるよね、はい、はい、ということで今日のゲストはタオファクトリーのお二人でございました、5月の4日読谷村文化センター大通りホールで、開催されます現代版組踊り夢きユンタンザン花ういの宴、ぜひチケットねお早めにお買い求めください、本日はどうもありがとうございました、ありがとうございました、胸の中で確かに聞こえる炎が定めの道を行けとこの先にあると、闇を塗る
察果ての FM 読みたんならず果て